田中鈴木おぉえ、スタートおぉということでございまして、この時間はですね、セガインタラクティブから、うん、オールネットプラズマルチ通称 APM をお伝えするあの男が、おーみんな用意できとるな、素晴らしいぞ、あの男が帰ってくるぞ、みんな準備はいいか、準備はいいか、行くぞ、みんなで呼ぶぞ、せーの、うわーさー、おい、おい、え、ちょっと足りない、声が小さいだろ、うるさいなあいつ、あ、2倍のやつだ、どうなってんの、前のコーナーどうなってたの、2倍のやつ、そうや、もう2倍テンション2倍、昨日から、うん、それ引っ張ってないことなっとんねん、はっきり言って、それについていけてない僕たち、ね、なるほどね、そうやで、こら、来るから、あの人が一緒にさ、みんなも弾幕ちょっと普段より太めのイメージでいくぞできんかせーの、うるさいちょっと精度見た？なんか久々見たわ。前より1個ぐらいになったみたい。いやそれではまあ、すごい宇野弾幕、ね、改めて自己紹介お願いします。はいAPM 宣伝担当、セガインタラクティブのカリスマ宇野です。よろしくお願いします。カリスマついちゃった自分で言っちゃうんです、それもいつの間に、この半年の間にカリスマついちゃったすげえな、ね、俺も一番最初に自分で名人っていうのすっげえ恥ずかしくてカリスマって言えないよ、なかなかね、そう、いつの間に、いつの間に、え、何ヶ月ぐらい前からですか。いやつい最近だと思います空白期間は半年あったけど、カリスマついたのは割と最近、なんなら今日さっきかもしれない、3分前とかじゃないですか、数分前に決まったみたいな、すごいね、でもまあ日焼けした、いや、あの多分感度が悪いんで、やばい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 、お酒飲みすぎかな、お酒飲みすぎ、カリスマに至るまでのね、宇野さんちょっと知りたいよ ね知りたいですね、でも先ほどね、おじさんも言ってましたけど、うん、半年ぶりの登場ということで、うん、はい、このそのね、半年間何をしてたのか、そう、非常に綺麗になるでしょ、うん、だからこんなカリスマになったか、はい、うん、こんなコーナーをご用意しました、題して宇野さん的半年間にあった重大ニュース出すの早い、そうじゃない、もうやる気満々だからもうなぜカリスマになったのかーっていうのがね、はい、さあ、じゃあまず宇野さんね、半年間にあった個人的な重大ニュース用意していただきましたんで、一、はい、つ目ご覧いただきましょう、こちら、どんカリスマやな、おえ、無関係の資料間違って200枚印刷してしまいました、カリスマ、はい、これあえて突っ込みましょう、ね、OL か結構へこみますこれ、200枚って200人の会議ですか、いや、ですね、30人ぐらいの会議で70枚、まあ、あ、1人7枚か、はい、何を間違えたの、え、どんぐらいの厚さになるの、200枚って、200枚だから500枚のコピー用紙でこうだからこれぐらいじゃない、それぐらいですね、すごい、すご
ごいな。怒られました？びっくり。3年分ぐらいのメモ用紙ができてしまいましたね、一緒に。自分でね、また切って切って、はい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 、お前処理しろって。この女リサイクルするあたりがね、やっぱカリスマですよ。なるほど、一カリスマだ。普通ならなんかしてたり、逆使えよみたいな入れますよ。さすが今ノリに寄ってるアメザリ柳原さん、これすらカリスマに持っていっちゃう。さすが、もう楽しみもあるね。単独ライブ終わりやから調整もあるね。でもA4 のサイズだとメモ帳大きいから、やっぱり4分の1でしょ。そうすっげえ800枚のメモ用紙だ。こんなんですよ、ね、さすがカリスマメモ、素晴らしい。カリスマメモって何、はい、続いて、はい、続いてまだある、お願いします。虫の音色に秋を感じた。ほほー、これは相当あれですよね、柳原さん、心に余裕がないと言えないこと、ね、こんなもん今の現代社会で誰が感じれます？もう松尾芭蕉の生まれ変わりですよ。こんなもうカリスマでしかない。すごい、何の虫でした、その時聞こえた。あれは多分、いや、靴は虫だと思って。靴は虫、ガチャ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 靴は虫、ね、っていうか逆にどこすんねんの。カリスマやな。靴は虫の音聞いたことないもんね、山本さんね。はい、わかんない、セミぐらいしかわかんない。セミぐらいしかわかんないもんね。セミとカエル、いやだからスズムシとかね。でもアヤマもどこに住んでるの。スズムシとかコオロギやったらなんとかね、まだわかるけど、うんうん、草むし塾と、ね、すごいカリスマやな。カリスマだね、それをやっぱり聞き分ける耳ね。そう、それはやっぱり素晴らしい人間じゃない。マジ聞こえないから。じゃあ次の、さらにカリスマ重大ニュース、いきましょう。まだあるんだ、お願いします。はい、これが本命ですけれども、APM D1 ファイティングフェスティバルが開催中です。普通になっちゃった。ちょっとヤナちゃん、ヤナちゃん勝手にめくっちゃダメ。ヤナちゃん、ヤナちゃん、それを抑えるヤナちゃん。どこでいろいろ気になるわ。もう最終兵器だったんですけど、最終兵器が滑った。滑ったやれや、どこで滑ったか言うてくれんと。ちょっと D1 ファイティングフェスティバルね、 D1 ね、すいません、開催中、開催中、これがまあ一番重大な、ね、うん、ニュースでございますね、はい、このために半年間頑張ってました。はい、あ、3年なんですね。肝臓を痛めてまで、ね、頑張っていただいてた。どうなっとるわけでございますか。はい、それではパワポの方お願いします。はい、はい、APM D1 ファイティングフェスティバル、店舗予選大会、全国決勝の2段階方式で全国約50店舗で開催中です。すごいな。はい、店舗予選自体は11月の1日こちらの方からも開催中です。一気にカリスマになったんですね、じゃあきっと。ここまでが大変やったんですね。そうですね、はい、で、全国大会の決勝は12月26日浅草橋ヒューリックホールで開催となっております。一番落ち着いてる日です。もう来年を迎える心の準備もやっと整ったぐらいのね。あ、でも、そう、大掃除しなきゃってちょっとハラハラしてるかも。山本さん、何にもない日じゃないですから、ね、何にもない日やからこれがある日なんですよ。あ、そうかそうかそうか、そうです、ね、盛り上がります。はい、タイトルの方はギルティギアレベレーター、はい、ブレードアーツフロムシャイニング、はい、デッドライブ5アルティメットアーケード、うん、電撃文庫ファイティングクライマックスイグニッション、こちらの4、はい、種目となっております。なるほど、いいですね。はい、はい、で続きまして、今週末の、予選情報の方をお願いします。はい、はい、今回ですね、決勝大会なんですけども、うん、当日予選がございません。お、はい、そうなんですね。そうなんですよ。で、50カ所というですね、全国の、ゲームセンターで開催されておりますので、はい、ぜひこちらの方でご参加ください、はい、でまず、ギルティレベレーターですけども、こちらの5カ所結構多いですね。はい、で続きまして、ブレードアークスはこちらの6カ所、カタタ、トヨタ、はい、続きまして、デッドライブ、こちらの方はですね、なんとトータルで14カ所、14日と15日、東名阪、すごいですね、千葉、はい、登録しております。そして、電撃文庫ファイティングクライマックスイグニッションはこちらの6カ所で開催ということで、滋賀県、
はい、で、電撃文庫ファイティングクライマックスイグニッションにつきましては、恒例のコスプレ大会が、決勝の日にございます。なるほど、なるほど、はい、なので、予選で落ちた方もこちらを目指していただければ出場できるかもということで、うん、はいはいはい、ぜひお願いいたします。なるほどね、はい、そして今回ですね、メイン種目以外にサイドトーナメントがございまして、あ、そういうのある、はい、恋姫演舞というタイトルがございますので、こちらの方の出場申し込みは公式ホームページより11月23日までやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。すごい、はい、そして、あと小ネタですけれども、電撃文庫ファイティングクライマックスイグニッションの、うん、ちょっとバグ修正のバージョンが、現在都内3カ所でロケテスト中です。なんでちょっとヘラヘラしてるの。俺あの真珠の値段言いにくそうにする社長。なんで500円みたいな。あんまり思ってだってはあれなんで。胸張って言えることじゃない。そうですね。ただ修正で、はい、バランス調整はしない、ね。そうですね、はい。それは大丈夫ですね。なるほどね。その点はご安心くださいと、ね、はい、予選大会には何ら影響はございません。わかりました。さあ、宇野さん、しれっと通り過ぎたけど、うん、さっき練習してたあれ見たみたいにならないか、ね、これね、あれね、あれ忘れてるね、ずっと忘れてたけど、せっかく練習してたのか、あれちょっと大丈夫、この後ありますから、ね、ここで行きますか、ここで行きますよ、ここますよ、あ、なんかセグゲームさんから預かっているものがあるんですもんね、うん、そうですね、それを紹介してもらいましょう。じゃあここで行きますか、うん、はい、うん、はい、ではブレードアークスフロムシャイニング EX 家庭用ですね、こちらの PV、うん、チェケラどこ、シャイニングシリーズ最新作、歴代オールスターによる新たな物語が紡がれる。俺に力を与えたこと後悔しても遅いぜ。彼らは戦いの果てに何を願うのか。ブレードアークスフロムシャイニング EX 豪華限定版が同時発売、予約してね。セガ予測してたんですよ、これを。早めから重大カリスマやから、もう未来さえも、未来さえも予測してた。織り込み済みやと。リハの反応で、わしゃこうなるなという、ね、こんなことありますか。参りました。すげえな。ありがとうございます。ありがとうございます。アイススケートの感想でしかない。はい、それではパワポお願いします。戻して戻して、一回戻してよ。なってないやん。指が滑った。パッチンだった。それが滑っちゃった。いや、もう一回行きましょう。もう一回ちゃんと行きましょう。もう一回ちゃんと、はあ、せーの。ならへんが。なってないわ。できへんのちゃうの。もう行きましょう。はい、はい、ブレードアークスフロムシャイニング EXプレイステーション4、プレイステーション3で、2015年11月26日発売です。ダウンロード版もございます。はい、はい、次お願いします。初回特典は豪華2大特典ということで、アーケードでもまだ出ていない追加キャラクターソニア、こちらのプロダクトコード、はい、で、チェインクロニクルで使えるサクヤ、こちらの CR コード、うん、プレゼントナンバーが入っております。ゆきさん、ぜひよろしくお願いします。なるほど、ここで当たるわけですね。はい、わかりました。そしてそして、なんと、うん、これから毎週宇野さんがゲッチャーに来てくれるそうなんですよ。あれ、すごい、やった、よろしくお願いします。つまり、はい、つまりコーナー名はどうなるということですかね。まあ、またこれちょっとリニューアルというか新しい、うん、コーナータイトルつけますか。はい、いや、つけましょうよ、ね、せっかくやから、うん、あのカリスマ宇野のなんとかとか。ああ、いいですね。あれ、APM なくなっちゃうの。あ、それそれ、APM 入れたりする、どうするかだよね、うんうん、どうします。なんかそれがですね、はいはい、実はいくつか候補があるのですが、はい、番組をご覧の皆様のアイデアも含めて検討したいと思います。あら、はい、なるほど。今決めるってこと。候補とは。じゃあ まず候補聞きましょう。とりあえずアンケートでみんながどれがいいかとかさ、そうね、いうの最終的にやればいいんじゃない、うん、コメントをいただければいいのかな。だからまず候補教えてください。どんなのがあるのか、はい、現在の候補ですけれども、はい、新 APM チャンネル。新 APM チャンネル。新は誠ね。新がついたってことね。誠ね、はい、パチンコみたいになってますね、はい、それから、はい、リリカル APM。 はい、リリカル今あいつなのかね。次、
APM エース。エースです、はい、ややこしい A が被ってる、うん、はい、次は続きまして、うの TV。 それでいい。それでいい。いや最高。ほぼ、うん、ほぼ乗っ取る気やなこれ。うの TV 内のワンコーナーでゲッチャぐらいの。逆だ。逆。うのさんそれぐらいの。来週から第1回プロテイベース始まるの。声までならない。あ、そっか。ウノ TV、 そして、はい、いいですね、うん、APM チャンネル3、はい、あ、3なのね、3ね、はい、うん、はい、次、スーパー APM。 はい、まあ、でもこれ3つ、あ、マリオサイヤ人、ね、いいけど、まあね、うん、はい、はい、ウノ生、それ、あ、ウノ生かっこいいな、それ、ウノ生いいね、ウノ生いいの、ウノ生、全部ひらがなにしてほしいぐらい、ウノ生、やらしい、やらしい、うの生、いやらしいね、取れたてうの生、ちょっと言うて言うて言うて、うの生って言うて、なんで山本さん映すんだよ、言うて、うの生、いいね、いい、ごちそうさまでした、ごちそうさま、はい、はい、さあ、そして、はい、最後私の一押しの、うん、APM チャンネルイグニション、あ、なるほど、イグニションね、これはね、やっぱり、ね、素晴らしい言葉ですから、で、まあ、さらに、まあね、ここに、うん、みんなからちょっとまた、あの、今コメントでこんなタイトルがいいって流してもらって、うん、その中からあの、うん、関係者陣が1個選んで、うん、合計9つで、うん、なるほどね、アンケート取ろうと思いますんで、はい、うのニッション、うのニッション、うのニッション、あ、なるほどね、うまいね、ね、うの生 TV、うん、セクシーありがとう。うのの、うのシャイニングフロムセガ、うの極み、うのだな、セクシーうの、なるほど、うのちゃ、 APM うのちゃ、うのちゃ、確実に乗っとる気やん、ハイパーメディアうの、うの総理への道、うのちゃん、でもうのだな TV、 電磁うのちゃ、あ、電磁うのちゃ、うののストレス、あ、ということで、うのっちゃに決まりました、うのっちゃ採用されてる、はい、うのっちゃ採用されてんの、これは皆さん、この9つの中から投票してください、マジ、さあ、どれ、え、あの、うのさん的にはどれがいいですか、いや、8番でお願いします、あ、頼むから8番で、あ、もう8番で準備中だったりしてる、どうなんだ、でもこれはアンケートだからわかんないよね、いきますか、じゃあ集計いきます、ドーン、さあ、はいや、でしょうね、うのでしょうね、うの生、半数が 46.6、 次が何、 2.3% ですよ、ね、次が 29.5 でうのっちゃ、ちょっと嫌な汗が、3位は3位、うのテレビだ、うの TV ね、うの TV、 うの生やわ、圧倒的うの生、どうしましょう、ということで、え、いいの、いいですかね、いいの、いいの？うの生、はい、うの生、本当にいいんですか、はい、本当にいいんですか、あの、その代わりうの生になったら俺出ませんからね、うわ、いや、だって僕も出られませんよ、だってうの生なんだから、いや、僕、じゃあ僕出ません、うん、はい、出ません、出ません、はい、いや、一人でお願いします、最後手挙げてくださいごめんなさい、ごめんなさい、負けもう、なんでこういうチャンスを逃すんやわざわざ仕切り直したのに今申し訳ない、あんた待ってください、ね、ということでございまして、来週からはカリスマ宇野さんによるうの生、はい、こちらの方よろしくお願いします、宇野さん来週からもよろしくお願いします、本当いいですか、本当いいですか、これで、いや、いいですよ、もう決まったのね、なんやったらもうどっかに頼んでビール出してもらいますよ、そんなの、宇野生っつって、宇野生なんだったら俺参加しようかな、やめなさいね、ということでございまして、以上、うの生ゼロ回でした、ありがとうございました、カリスマ、パパのセーブデート、僕が続きになる、目指せ大冒険、